山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。石川県輪島市河合町蔦屋漆器店大工よしこさんを訪ねてきました。趣のある引き戸を開けると空間のアートの世界に引き込まれました。漆の器に入ったコーヒーを大工よしこさんが出してくれました。握ると熱くなく、コーヒーは温かくて冷めていません。加賀市大正寺で育ち、大学からは金沢に暮らし、幼稚園の先生をしていました。その頃ご主人と出会い、結婚して輪島の蔦屋漆器店に嫁いできました。加賀から能登、それも商売屋へ嫁いで、環境の違いに涙があふれる日もありました。漆器の新商品の開発で県外から招いたアドバイザーから、漆器に女性の匂いがしないと指摘されました。そこで漆器店の奥さんや女性スタッフも話し合いの場に参加するようになりました。よしこさんは料理が好きなので、実際に料理を並べてみたり、漆器の良さを知ってもらうことを考えました。そして女性だけの会、彩漆会が発足しました。和と洋の食器のテーブルコーディネート、それぞれの趣向、形、目指すものを作り上げていきました。見て美しく、漆が息をするので食べ物が乾かない、高級だからと大切にしまっておくのではなく、身近なものとしての漆の位置づけを考えました。輪島漆器は地の粉といって珪藻土を使っています。粉の性質から冷めにくく、冷たいものを入れても外側に水滴が出にくい優れもの。蔦屋漆器店のギャラリーは一歩入ると左官職人が作り上げた艶やかな光沢の壁、その色が漆器を際立たせています。ギャラリーを見るだけでも価値はありますよ。蔦屋漆器店大工よしこさんの漆器に盛られた料理が食べてみたくなりました。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。